れ。けい。佐岡浩司選手まだ17歳、高校3年生です。もうすぐ誕生日だったかな。もうちょっとすると18歳になるはずです。今年の国際 A 級スーパークラスルーキーです。勢いがつきすぎてしまいました。テープから出てしまいました。いや、アシスタントの中谷さん、とてもいいお声です。とてもよく響きます。よし、アキオ頑張れ。ほら、もう行き過ぎんだよ。53、OK。 まあ、1点ついて5点を防ぎましたね。さあ、中谷さんがまた難しい危ないところに走っていきますけれども、先を頑張れ、落ち着いて、さっきの両選手と同じで頑張ります、ね、OK、 頑張れ。よし、そして最後の大きなドラム缶、頑張れ。スペシャルセクションは結構難しいセクションですので、アシスタントを2人つけることが認められます。頑張れ。頑張れ。こういう時にみんな応援して、応援すると力が出る。ヒルクライムなど引っかかった時にはどうぞ、深夜頑張れ、大きな声で応援してあげてください。その声でグッとマシンが前に進みます。しけ、さあ次の岩はどのようにテクニカルに攻めてくれるでしょうか。体勢崩れました。立て直しまして、OK、 素晴らしい、3点でクリアしました。さあ次はお待ちかねですかね、皆さん、野本義明選手です。最近ではね、デモンストレーションなんかで、バックフリップする映像も皆さんご存知ですよね。野本義明選手、愛称はヨッシーです。ヨッシー頑張れ。盛り上げてってください。ヨッシー盛り上げるとバンバン飛びます。もう実力以上の力出します。野本選手、大きな声で応援してあげてください。盛り上げれたら盛り上げただけ嬉しい選手です。ヨッシー頑張れ。ここまでクリーンですね。さあ行き過ぎないように頑張ってくださいね。で、頑張れ、我慢しろ。で、今のところまだクリーンですね。さあ最後のこちら、沢から上がるところをどう、あ、点つきましたね。しけ、点つきました。
んが強し選手。さあ柴田選手との順位争いということもあります。しけ頑張れ。けっ、きれいに決めてきましたね。素晴らしいです。さあこのツーストのベータのマシン、他のフォーストのマシン動きがね随分違うように思うと思います。ツーストとフォーストのねあのマシンの特性の違いなどいろいろマニアの方はご覧くださいね。OK、 素晴らしい。今のところ1点です。さあ最後のドラム缶、切り切りました。さて次は柴田明選手、前回北海道では2位に入りました。非常に力のあるベルティゴのマシンに乗ります。非常に力のある選手ですが、ちょっとバイクの調子がよろしくないという話も聞きましたがどうでしょうか。バイクの調子が良くないのならみんなの応援で上に上げましょう。アキラ頑張れ。アキラ頑張れ。ケイ。さあトライアル選手、マシンの調子の悪い時には皆さんの声援がエンジンの力になります。さあアキラ登れ、頑張れ。ラストファイト。シャキラ頑張れ。アキラファイト。よく上がった、素晴らしい。3点でクリアしました柴田明選手。さあそして黒山健一選手が出てきました。今日は1ラップ目がちょっと調子が悪かったようですけれどもね、黒山選手底力のある選手で、やっぱり早々下の方に我慢している、そういう選手ではありません。さあ、けんちゃん頑張れ。けい。さあ、次の皆さん結構こう石登ってクッとひねるかっこいいですよね。あ1点出てしまいましたが、いやまだまだ、しけ、うわかっこいい。さあ最後の岩を攻略して、大きなドラム缶に挑戦してもらいましょう。最後のドラム缶、やってらした方ですよね。マシンがとってもかっこいいですね。県奥山さん最近トライアルを始めてらして、イーハートフなんかも走ってらっしゃいます。その縁で、県奥山さんがチームについてくださっています。
しげ、ふみくん頑張れ。ピタッと決めてきましたね。さすが野崎くんですね。さあ、初めてのクリーンが出るか。頑張れ。はい、頑張れ。さあ、クリーン出るか。オッケー。あ、ギリギリ最後で1点。まだアウトしてなかったんですね。ちょうど上がりきったところはまだセクションアウトではないんです。さあ、しばらくこのチューブでの優勝ちょっとご無沙汰しております小川智之選手、久しぶりこのいい天気の下でちゃんと優勝してくれるかどうか。ゲイ。さあ、さあ、小川選手がクリーンすると、ほぼしげけい。さあ、最後ガチガチ頑張れ。これをクリーンすると